こんにちは、沢村みどりです。台風の影響で、愛媛国体の会期前競技は最終日を迎えました。競泳やビーチバレーなど、ご覧のニュースをお届けします。愛媛チーム男子は1回戦を突破しました。愛媛国体から正式種目となったビーチバレーは、9月16日、伊予市の五色姫海浜公園で決勝トーナメントが行われています。降雨の中行われた1回戦で愛媛勢の男子、長谷川翔士ペアは福井と対戦し、2対0で勝利し、準決勝に進みました。女子の楠原長谷川ペアは、福岡と対戦し、1セット目は先取しましたが、2セット目、3セット目を取られ、1対2で惜しくも敗れました。会場では地元の高校生が補助員として活動したり、愛媛選手への応援を繰り広げています。競泳は最終日を迎えました。松山市のアクアパレット松山特設プールで9月16日、競泳25種目の予選と決勝が行われています。愛媛チームは個人16種目、リレー4種目にエントリーしています。愛媛選手のトップを切って400メートル自由形予選に出場した青年女子の和田あさり選手と日高文也選手は決勝進出を決めました。試合速報は愛媛国体応援アプリで発信しています。リアルタイムの情報をぜひご覧ください。発信高校生記者のコーナーです。今日は、宇和島東高校と上宇品高校を紹介します。宇和島東高校は、記者や出版に興味のある生徒に呼びかけて、取材班を結成しました。地元で開催されるレスリングやリハーサル大会のボランティアの活動を取り上げてきました。上宇品高校は、様々な部活動を兼務で、取材活動を行ってきました。ラグビーの初心者体験会では、高校生記者も挑戦し、その魅力を体感していました。では、宇和島東高校と上宇品高校からのメッセージを続けてご覧ください。宇和島東高校新聞部です。私たち新聞部は学校行事や各種大会で活躍した選手を取り上げ記事にしています。1、2年生合わせて部員は8名と少ないですが頑張っています。頑張るぞ。おお。愛媛県立上宇品高等学校の島と木下です。僕たちはラグビーフットボールの取材に行きます。頑張ります。頑張ります。今日の競技です。競泳は最終日を迎え、午前中に予選、午後から決勝が行われています。会場は松山市のアクアパレット松山特設プールです。ビーチバレーボールは伊予市の五色姫海浜公園で決勝トーナメント全試合を行っています。飛び込みは女子の板飛び込み、男子の高飛び込みが高知市で行われています。続いて、9月15日時点の愛媛の順位です。天皇杯は13位、皇后杯は9位となっています。会期前競技はいよいよ最終日です。愛媛国体応援アプリでは、皆さんからの応援メッセージを受け付けています。選手の力になるメッセージをお送りください。愛媛国体、愛媛新聞ニュースをお届けしました。